ゲイリー・ガイエティ、ゲイリー・ガイエティ、ゲアリー・ヨゼフ・ガエッジ、ゲイリー・ジョゼフ・ガイエティ1958年8月19日隊は MLB の元選手、三塁手。右投げ右打ち。アメリカ合衆国、イリノイジュー、セントラリア出身。ニックネームはザラット、ザラット、ジーマン、ジーマン。現在はアトランティックリーグのシュガーランド・スキーターズのただしを務めている。 1>, 1月10日にセントルイスカージナルスからドラフト4巡目で指名を受けたが契約を結ばなかった。同年の6月6日にはシカゴホワイトソックスからドラフト3巡目で指名を受けたがここでも契約は結ばなかった。6月5日にミネソタツインズからドラフト1巡目で指名を受け、同年の6月21日に選手契約を結び、ようやく メジャーリーグの世界に足を踏み入れた。9月20日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューを果たした。チャーリー・ハフ投手から初打席初本塁打を放つなど、3打数1安打1本塁打2打点という素晴らしいメジャーデビューを果てだった残りの2打席とも対戦投手はハフで第2打席は三振、第3打席は凡退。1981年は 9試合の出場で5安打、打率、192ながら、2本塁打を記録した。は、サードのレギュラーに定着し、3塁手として142試合、シーズン計145試合に出場。残りの試合は、遊撃手として2試合、指名打者として1試合。打率こそ、232終わったが、25本塁打、84、打点、0盗塁を記録。 ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では6位に入った1位は160試合に出場し打率264、28本塁打、93打点3盗塁を記録したボルチモア・オリオールズのカルリップ兼遊撃手一方で守備面でも15失策を犯したものの守備率は963という数字を記録ルーキーの三塁手としてはまずまずの数字を残した は、出場試合数をさらに増やし、157試合に出場。しかし、本類打、打点ともに1982年以下の数字に終わった。ワリーグ1位体となる162試合に出場。自己ベストの打率、262、11盗塁を記録したが、一方で、本類打、打点、失策などでは、自己アーストの数字に終わってしまった。は、 打率が240台に戻ってしまったが、本塁打は再び20本を超えた。は、ガイエティにとって自己ベストのシーズンとなった。オールスターゲームまでは87試合に出場し、打率262、18本打五53打点という数字に対し、後半戦は70試合で、打率317、16本打五55打点と好調を維持。 いずれもシーズン通算成績で外ィ自身の中で2位となる打率。287、34本類が108打点を記録。MVP 投票では16位に入った1位は33試合に登板し24勝4敗、防御率2.48を記録したボストンレッドソックスのロジャー・クレメンス投手も30本類が100打点をそれぞれクリア。 MVP 投票では1986年よりも順位を上げ、10位に入った1位は156試合に出場し、打率。308、47本塁が134打点後、盗塁を記録、打点王のタイトルを獲得したトロントブルージェイズのジョージ・ベルサン・ルイシュ。同年ツインズは地区優勝し、デトロイト・タイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、打率。 300日本類が5打点の活躍でチームをリーグ優勝に導き MVP を受賞する。さらにカージナルスとのワールドシリーズも第2戦で本類がを放つと活躍。チームは4勝3敗で制し自身唯一のワールドシリーズ優勝に輝いた。11月9日に自身初の FA となった。1月7日にツインズと再契約。 FA 契約1年目の1988年は30本類が100打点にはそれぞれ届かなかったが、自身初の打率300以上を記録。自身初のオールスターゲームにも出場、ガイエティは代打で試合に出場し、ドワイトグッテン投手と対戦、本体に終わるし、MVP 投票でも22位に入った1位は158試合に出場し、打率307。 42本類が124打点40盗塁を記録し、メジャーリーグ史上初の40本類打、40盗塁を記録した、オークランドアスレチックスのホセカンセコガイアシュ。しかし、続く2年間は20本類打にさえ届かず、手法としての活躍はできなかった。そして、11月7日に、FA となったがイエティは2月23日に、カリフォルニアエンゼルス。 ゲンロサンゼルスエンゼルオブアナハイムと契約を結んだ。ツインズで30本類が、以上、100打点以上を、それぞれ2度ずつ記録したがイエティだったが、エンゼルス移籍後はツインズで過ごした晩年よりも、成績が低下。も開幕を、エンゼルスで迎えたが、20試合に出場し、打率、180、0本類だ、4打点と全く振るわず、ついに6月3日にエンゼルスを解雇された。 しばらくの間、どこのチームとも契約を結べなかったが6月19日に、カンザスシティ・ロイヤルズと契約を結んだ。ロイヤルズ移籍後は82試合に出場し、打率こそ、256ながら14本類が46打点と多少持ち直した。232日間に及ぶ長期ストライキのあったを、経ては、久々にラボを復活。 自己ベストとなる35本塁打を放ち、MVP 投票では、自己最高体の10位に入った、1位は140試合に出場し、打率339本塁打、26打点、11、盗塁を記録した、レッドソックスのモーボに1塁。シーズンオフの11月3日には、FA となり、12月18日に、カージナルスと契約した。は 20本塁打、80打点をそれぞれクリアした2は再び成績が低下シーズンオフの10月27日に FA となったがイエティは12月6日にカージナルスと再契約を結んだもカージナルスで開幕を迎えることになったその1998年は91試合の出場で11本塁打、43打点を記録したが打率は 265に止まり、8月14日にカージナルスを解雇された。1998年8月19日、自身の誕生日の日にシカゴカブスと契約を結んだ。37試合の出場ながら、320という高打率を記録。8本類打、27打点も記録し、まずまずの形でシーズンを終えた。シーズンオフの 2FA となったが家系は、 移籍後に好成績を記録したこともあってか、12月7日にカブスと再契約を結んだ。は、113試合に出場し、打率、204、9本類打、46打点という低い数字に終わった。シーズンオフの10月15日に FA となった。4月2日になって、ようやくレッドソックスと契約を結んだが、わずか5試合の出場に止まり、 10打数でヒットを放つこともできなかった。2000年4月12日の試合が、ガイエティにとって現役選手としての最後の試合となった。からまで、ヒューストンアストロズ参加トリプル a 級ニューオーリンズの打撃コーチを務め、2004年7月にアストロズの打撃コーチに昇格。7月に解雇された後、タンパベイレイズ参加トリプル a 級ダーラムの打撃コーチとなった。 独立リーグアトランティックリーグ、シュガーランドスキーターズの初代監督に就任。守備面での活躍が目立った選手である。ポジション別通算守備率は3塁手として、965、1塁手として、990、遊撃手として、824、外野手として1.000をそれぞれ記録。3塁手としての出場が百八十二試合で最も多いし、 1986年から4年連続でゴールドグラブ賞、いずれも三類種部門に選出されている。打撃面では30本類打以上を3度、20本類が以上、30本類打以上も含めてを8度記録しているパワーヒッターである反面、通算打率は255で打率。300台はキャリアを通じて1度しかなく、通算三振数1602。 シーズン103シーン以上を5度記録するなど、バットコンタクトの技術は高いとは言えない成績が残っている。また、通算支給数634、通算出塁率308と支給を選ぶタイプでもなかった。総類面では1984年から4年連続で2桁投塁を記録したこともあるが、成功率は高くなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。